ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回は FD3S RX7 のスロットルボディの調整方法を紹介します。調整・点検箇所が数箇所ありますので、前編後編に分けて解説していきます。こちらが紹介する調整・点検項目です。前編の今回はアイドリング調整方法、ファーストアイドルカム点検調整の2箇所を解説していきます。後編ではダブルスロットル、スロットルポジションセンサー、ダッシュポット、その他点検項目の3箇所プラス1箇所の解説をしていきます。今回の動画ですが、アイドリングが不安定な車両にはぜひ試してみてください。後編のリンクは画面右上または概要欄に貼っておきますので、そちらからご覧ください。では始めていきます。まずはスロットルボディから見ていきたいと思います。こちらが、前期と後期ものが違うんですけども、こちらが後期ですね。こちらが前期のものになります。で、違う場所としては前期の方にはこのスクリューがついてるんですけども、後期の方にはですねついてないんですね。またこちらのブラケットの方ですねがついてるかついてないかの違いですね。後期に前期、前期に後期のものをつけてもらっても支障は出ないと思いますね。まずアイドリングの調整から説明していきます。で、アイドリングの調整の方はマイナスドライバーの方を使うんですが、大体このぐらいの長さのものであれば車に乗った状態でも調整できますので、これ以上長いと当たってしまうので調整が難しいです。で、調整する場所なんですが、ここの部分ですね、この穴の中ですね、ここにマイナスが刻んであるので、ここを回してアイドリングの調整をします。で、前期の場合はこちらでアイドリングの調整してしきれなかった場合に、こちらのスクリューの方で調整します。で、後期の方はここのスクリューでしかアイドリングの調整ができませんので、ここのみで調整の方を行います。で、次にファーストアイドルですねの方を説明していきたいと思います。アイドルカムの方がこちらになりますね。これがサーミスターで、これが伸びるとここの中のスロットルが少し動いてるの分かりますかね。こちらの方が見やすいかな。これで前閉、これでファーストアイドルですね。で、これで前閉です。で、こちらの方がちょっと見づらいので、ここを外しちゃいますね。これで見やすくなったと思います。で、まずサーミスターの方なのですが、こちらが温まるとこれが伸びてきて、こういった形で動きますね。これが動くとここのバルブがこういった形で動いているのが分かりますかね。ちょっとここのバルブの隙間を見るのにちょっと暗くしますね。こうした時に明かりが漏れてるのが分かると思うんですけど、これちょっと開いてますね。で、これをこうやると
閉まるというような形なんですけど、これは全閉しないですね。ちょっと隙間が空いちゃってるんで、まずここの前閉の調整をしちゃいます。まずはこちらを上に上げた時にここに隙間があるように、でこちらを下に下げた時に前閉になるように調節するんですが、調節の方はこちらの方のネジで調節していきます。この状態で完全に閉じてます。ちょっと電気消して見てみます。とこの状態で明かりが漏れてるのが分かると思うんですけど、でこれを引いた状態で、これで前閉ですね。これで明かりが漏れなくなったと思います。調整はこちらの方で行います。次にこの位置の調整なんですけども、ここに刻みが3つあるんですけど、完全に温まった状態だとこの状態ですね。この1つ目の刻みの方がマイナス20度で、真ん中の刻みが0度で、3つ目の刻みが25度で、全開がこれが60度ですね。次にこのサーミスターの動きの方を確認していきます。今サーミスターの方が16、7度ってところですかね。でこれを温めていきます。で今出ている部分の長さが5ミリぐらいですかね。じゃあちょっと温めていきます。今60度ぐらいですね。今67度、で今だいたいこの3つ目のとこまで来てますね。今もう110度ぐらいですね。なんでもう開きたい状態ですね。水温が110度状態ってことですね。もうこれが完全に上がってる状態なので、この部分は完全に離れてますね。でこの部分が離れるとここが前閉になりますので、この状態でアイドリングが通常の状態になるってことですね。でここから冷えていくときにちょっと見ていきたいと思います。今この状態で55度、47、まあ、このもんですね。株の位置はこんな感じで少し押してる感じですね。56度ですね。今3番目の印のとこまで来たので、この状態で27度ぐらいですね。で、真ん中の刻みが0度になります。で、ここの調整なんですが、調整するときはここのスクリューを使って調整します。これを緩めていくと、扇がこっち側に、
逆にこれを締めていくと扇がこっち側に、この扇がこっち側に行きますので、この3つ目のところ25度、これを25度まで温めて、この3番目のところに合わせればあった形ですね。そういった形で調整します。スロットルボディ調整前編はここまでになります。後編もぜひご覧ください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。